はい、滝コンサルです。今日はすごい会社のお話をします。ホームページを作りたい、 YouTube を出したいと言い続けて、5年経過しているすごい会社です。もうそれだけ経っていればもう忘れてもいいよねって思うんだけど、未だにそんなことを言っている。逆にすごい。このご時世でホームページもない、YouTube も出していない、それ自体がすごいんだけど、作りたいっていう意思だけはある、だけど行動に移せない。そんなすごい会社があるのかって、これ逆に褒めたいよね。でも今までの時代はそれで良かったかもしれないけど、今のこのコロナ禍でそういった情報発信をしない会社はもう来年は存続できない。それ当たり前だよね。あなたの会社は誰も知らないんだから。そんな適当な、会社のアピールだけして、ちゃんとアピールしようとしていない。だってホームページもなければ YouTube も出してないんだからね。 Facebook でちょこちょこ出しているだけでは忘れられます。あなたの会社は来年ないという危機を感じてください。